どうされたんですか？大丈夫なんですか？あれ、パパさん、大丈夫です。ママさん、パパさん、大丈夫ですか？いや、事件にもなってたし、あの発砲事件で、もしかして、あれ、パパさんやったんですか？すいませんでした。もも、むーちゃん、悪かったね。あのアイドル、いきなり、ジャガで、パーンですわ。むーちゃん、ただいま。ごめんね。ここ、かすった程度やったんですけど、もう、やばいと思って。高速道路走って帰ってきました。すみません。本当に助かりました。とりあえず落ち着いてください。大丈夫ですか？怪我はないんですか？わあ、よかった。本当にほんま世の中ね、あの危ないやついるし、ほんまね、もうそれもうファンでもファンかもしれないですけど、まあ。どっちに原因があったかはほらもう分からないですけど、あの家に直接行ったりするのはちょっと良くなかったかもしれないですね。根っからのファンやったんですね。落ち着きました。本当落ち着きました。もうむいちゃんごめんな、心配かけて。育児さん、本当にすいませんでした。やっぱりあれですね、家には行くもんじゃなかったっす。危険な日遊びしちゃいました。とりあえず育児さん、ありがとうございました。ムクとモモのこと本当にありがとうございます。今日は本当に特別料金でお支払いしますので、またあの夢グループ梶社長の方に振り込んでおきますので、また何かありましたらよろしくお願いします。 See you again coming soon。 パパさんもここだけの話だと無事になんとか、これはちょっとママさんには言えない事例なんで、ちょっとお口をチャック、この部分をまあちょっとあの会社だけ今送りますけど、ママさんにはシーンなんで、今ちょっとパパあのお風呂に入ってはるんで、もう僕そのままドローンしようと思いますんで、皆さんあのもしよろしければ、むくももさんね、あのさせていただいた、あの泉くんなんですね、育児関係のことはもうあのかつ代行サービス Help me、それあの一番星、赤子育児が責任を持ってチーズちゃんのお世話をさせていただきたいと思いますので、もしよろしければじゃんじゃんご予約のよろしくお願いします。一応あの代金の方はお客様のお気持ちということなんで、それをだけはあのご踏まえください。ではすいません、長々と今日はちょっと2日間に分けてやらさせていただきましたけど、また赤子育児またありましたら動画の方を作って、あのパパさんの方にまた言っておきますんで、よろしくお願いします。ではまた、さようなら。むくむくパパチャンネルよろしくね。チャンネル登録もよろしくね。じゃあねー。